目の検査させてもらって、こっちですね、もう一緒にさせてもらって、涙の量含めて一緒に検査しますので、はい、お預かりします。で、はい、皮膚ってどうですか？ああここですね。いや、いろいろいっぱい、うん、あっちでこちらに、こちらこちらに、どこどこ、特に上半身ですね、ひどいの。かいたりとかよくしますか？今も痒そうにするけども届かない。あ、届かない、うん、痒そうに足も動かしてるけど届いてない感じですね、一応今がそうですね。ただ明らかかさぶたみたいなものは取れてきてるんで、ちょっとこの辺はまだありますけども、感染もありそうですね。ここ首とかこの脇とか、ここもですね、明らかめちゃめちゃひどくはなってないです。この辺とかっていうの慢性炎症でちょっとその対戦かって言って硬くなってきちゃってるんで、皮膚が。でもちょっと治療は継続でいこうかなと思います。おそらく抗菌薬なかなか効かないので、今も、はい、一応この辺のかさぶた取っときますね、一緒に、はい、あとお預かりして検査していきますね、はい。で、一応こっちの方は再選考なさそうです、うん、で、ただこっちずっとドライアイの方で治療されてると思うんですけど、うん、まだちょっと涙の量少なめになるので、多分おそらく今使ってるドライアイの軸アステンガンだとどうしても涙の量が補えないっていう状態なので、うん、一応軟膏、眼軟膏になるんですけど、そちらにちょっと切り替えようかなと思います、で、ただこっちの目には使うと、いわゆるその眼軟膏自体が目の免疫抑制をかけて涙を逆に出させるってお薬なので、どちらかというとすごく感染しやすくなっちゃうので、こっちにはジクアス、はい、こっちにはオプティミューンって言われてるその眼軟膏にあるんですけど、はい、を使っていく感じになるので、ちょっと種類が変わります。なので左目と右、はい、一応あと皮膚ですね、はい、見させてもらって結構かさぶたすごかったんですので、かさぶた多分取ると全部毛が抜けちゃうような状態だったので、はい、もうこれ以上多分毛にまた菌がつくとまた同じようなことを繰り返されるかなと思ったので、さっきまではこの辺まで毛生えてたんですけど、ちょっとこの辺までバリカンで広めに刈って、はい、で、きちんと消毒して軟膏を塗ってます。そうすることで多少はちょっとこっちに菌が移行することなくなると思うので、あまりにも目立ってるここと首元2箇所、はい、同じように処置させてもらってます、はい、なのでちょっとこの辺にも新しいのできてるんですけど、できてる外ぐらいまでバリカンで刈って消毒してるので、ご自宅でもこの辺周辺をきちんと消毒、お渡ししてるような、はい、スポットホームとかでもいいので、また消毒してもらえるといいかなと思います、はい、なんですこっちに関してはちょっと消毒でどれだけ治っていくかっていうところを見させてもらった方がいいかなと思うので、消毒の後軟膏、あ、そうですね、はい、軟膏も一緒に塗ってもらって、はい、でまあそれで治ればいいかなとは思うので、これ以上広がらなければいいなっていうところですね、はい、はい、一応継続で治療させてもらって、また2週間後に、はい、まるちゃんの検査させてもらえたらと思うので、はい、てか様子見させてもらえたらとは思いますので、はい、なので点眼はもうないですかね、ほとんど。